皆さんこんにちは、たかちです。動画を見ていただいてありがとうございます。早速なんですけども、これは前回の動画で、緑の絨毯を作ろうということで、絨毯が完成して、今回いよいよ、水を入れることになりました。少しずつポンプの上から水を入れると舞い上がらないなということで、ここから、ゆっくり入れていっています。はい、あまりにもゆっくりなので、ここからは少し早送りでお届けいたします。こうして見てみると、水面にソイルの粉みたいなのが浮いてますね。ちょっと汚いですね。ですけど、水中は綺麗なので、このまま入れて後で取り除こうと思います。このソイルもそうなんですが、この黒いソイルはほとんどが洗わずに使用してくださいというタイプです。なので、どうしてもこうして汚れが出てしまうのはしょうがないのかなと思います。これはちなみに水草一番サンドを使用しております。はい、無事に水が入れ終わりました。抜けた草もなくて、ひとまず安心です。水槽立ち上げの際は、早く水質が整うようにエアレーションをして、バクテリアを投入していきます。はい、エアレーションとフィルターを回して1時間ほど経ちましたので、大和沼エビを、導入しました。苔取り生態として活躍してくれることを願っております。お分かりいただけたでしょうか。何も入っておりません。一体何を入れようとしてたんでしょうか。実はオトシンクルスでした。こちら2匹、入れてあります。あとはレッドビーシュリンプも1匹入ってあります。はい、次はサタンを導入するんですが、1時間ほど水合わせをしてから入れていきたいと思います。はい、水合わせが完了したので導入していきたいと思います。最初に入れたのがこちらメスのサタンです。で、次に入れたのがこちらオスのサタンです。オスの方がヒレが長くてとても綺麗です。見てください、この緑の背景に黒が映えると思いませんか。これがこの水槽にサタンを入れようと思った理由です。この影のようなシルエットがとっても美しくて、もうずっと見てられます。はい、こちら1匹だけなんですが、レッドビーシュリンプで、とっても可愛いですよね。赤と白で、あの一生懸命つまつましてる姿が愛らしいです。はい、こちら見てください、サタンのヒレすごくないですか。このペアは、およそ1年くらい飼育しているんですが、半年ぐらい前から急激にヒレが伸び始めて、今じゃこんなに立派なヒレを持つことができました。優雅さがとてもすごくて、その代わり少しだけ泳ぎにくそうです。はい、余ってる浮き草をとりあえず入れてみましたが、雰囲気に合わないと思ったらもうすぐに取ってしまうかもしれません。ひとまずこれで完成となります。皆さんご存知かと思うんですけども、水草水槽って終わりがないですよね。葉っぱが伸びてきたらトリミングをして、いらない葉っぱをこう避けて、あとは新しい水草を植えてみたりっていうやることが今後いっぱい増えてくると思います。特にこの後継層として植えた謎の種から生えてきたこの水草なんですけども、生命力の塊でどん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 成長していくみたいなので、
こちらを早々にトリミングする動画を出すかと思います。その時はまた、ご視聴いただけると嬉しいです。それでは、ここまでご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン押していただけると励みになります。